今回の企画はジャンプをしないと死ぬ。ジャンプをし続けながら目標をクリアせよ。第一目標、4種類の木材を集める。目標2、5種類のモブのアイテムを集める。目標3、5種類の鉱石を集める。それらのミッションを先にクリアした方が今回の企画の勝者だ。ヤコ、ヤコ、やばい、これジャンプしないとなんか死ぬらしいよ。なんか上の方にタイマーがあるよこれ。そんなわけ、そんなわけないよ。ほら生きてんじゃん。ほら全然、あ、全然ジャンプしなくても平気じゃん。ほら見て、余裕だよ。ほら全然余裕だ。よし、じゃあ早速スタート。ほい、やばい、ジャンプしなきゃいけない。やばい、とりあえず木を掘らなきゃ。木を掘らないといけない。やばい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 。あ、待って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 、あ、待って、一番するところだった。やばい、死んだ。一番するところだとね、ジャンプしてもダメだった。頭打っちゃうのか。頭打ちダメだったわ。なんかね、右の方にね、死んだ回数が出てきたんで、ちょっとルールをね、若干追加したいと思います。ミッションを全部クリアした状態で何回死んだかを競う。死亡回数が少ない方がいい、あの、勝ち。できるだけ死なないで全部のミッションをクリアすればいいってことだね。これ結構大変な、ジャンプしながらやらないと。なんかね、私なんか今ね、飛んでないのにね、メーター動いてないんだよね。やった。え、ずるくないお前。あ、動き始めた。やばい、私裏技見つけたわこれ。あ、そういうことか。俺も見つけたわ。ギリギリのとこだと安全だね。それはあの却下で、あの、使わないでください。え、ダメです。なんてことだよ。早く作業台とか作らないと爆発しちゃうこれ。ね、やばいよね。やばいやばいやばい、待って待って、あー、うっそ、危ない。今ジャンプしてたのになんかダメだった。これなんで、あ、戻った戻った。死んだ。やばい、死んだ、2回死んだ。作業台も吹っ飛んだ。もうやだ、木もない。イエーイ、ざまみろ。最悪。とりあえずね、俺ね、松の木はね、あ、やべ、原木じゃなきゃダメだ。原木、あ、私は原木ないわ。あの、全部あの木材にしてるっていう。あ、待て待て待て、危ない危ない、ジャンプ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 、あっぶねー。ギリギリだった、オセスト。ピッケルも作ろう。あ、これ土だ。危ない危ない危ない、ジャンプ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 。お、どんどん死んでくれていいんですよ、クチさん。いや、バカバカ、俺はそんなヘマしねえぜ。ジャンプしながらだとさ、全然木切れないんだけど。一回止まって切ればいいんじゃない、それは。そして、かまどを作ります。早いな。これで、斧とピッケルとかまどができたから、まずは、木材を、原木をね、掘って。危ない危ない。オッケー、とりあえず松の木が1種類ゲットできた。俺もちょっと、石のツールにしよう。松できましたね、私も。早いな、何種類今。1種類しかない。1種類か。あ、待って、洞窟発見。まあ、あの、目標の順番、クリアする順番別に何、どれでもいいんで、先は。鉱石見つけましたね。お、早いな。石炭をまず取りましょう。ほい。これさ、でもツールをさ、危ない危ない危ない、マジで1ミリだった、危ない。ツールをちゃんと作って、早く採掘とかしないとこれやばい。速度めっちゃ大事だよね、採掘速度。ああ私、一回も今んとこ死んでないよ。順調です。これでもさ、怖いのが、お腹すくのがちょっと早いよね。あ、わかる。お腹すいたらもう終わりだと思った方がいい。あ、ベリアルやった。ま、ジャンプ本当にこれ怖いんだけど。ベリーめっちゃ植えちゃった。これさ、なんかもうちょっとだけ、もうちょっとだけみたいな感じでさ、やるとマジで死ぬね。あの、欲が出ちゃうとダメだよね。ちゃんと切実にね、ゆっくりやらない。あー、洞窟あるから俺ちょっと先に鉱石集めちゃおう。あ、やべ、スケルトン。あ、待って、スケルトン倒そう。あ、そうじゃん、モブも集めなきゃいけないんだ。忘れてた今。クリーパーの、あれが欲しい。モブのアイテムは、あ、やった、スケルトンが。え、待って、スケルトンが殺してくれたから死、レコードもゲットした。あ、レコードはもうそれ完全に完全にだよ。モブを倒してゲットするアイテムじゃなきゃいけないの。痛い！おかしいな。もう5回死んでます。ひなこちゃん何回？ 0 回だね。あ、お前ふざけんなよ、お前。どうしてそんなに死ぬの、君は。え、今のは爆発じゃなくてスケルトンのせいなのに、俺ひどい。あ、待って、松以外の木材を見つけた。ずるいずるい。白玉。あと、オークも見つけたので、これで木材は3種類です。4種類集めればいいんだよね。うん。あ、待って待って待って。エンダーマンいるな。うわ、エンダーパール。よし、骨もゲット。やばい、ゾンビいる。あ、ゾンビ肉が落ちたので、このモブのやつが1個目ですね、私。エンダーパール、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 エンダーパール。あまあ、だよね。エンダーマン強すぎじゃね？全然知らないんだけど。来ましたー！ダークオーク見つけたので、これで
木材揃いますね、私。鉄集めたんで、ちょっと鉄の。え、待って、ジャンプしたのに、危ない危ない危ない、ジャンプしたのになんか回復してくんなかった、びっくりした。でもこれででも結構鉱石集まったよ。やーべ、めっちゃモブいる。どうしよう。まずスケルトンを倒す。はい。はい、よし。あ、矢はダメなんだっけ。矢はダメでーす。一旦、木は置いといて、洞窟に行ってる。洞窟が近くにあったから。モブいっぱいいるもんね、だって。よし、ダークオークも手に入ったんで、4種類クリアです。え、マジ？もうワンクリ？じゃあワンクリしたわ。え、マジ？もうティンクリ？ボンクラナス？ボンクラナス、ボンクラナスってなんだ？え、なんか別にバカにしたわけじゃないよ。殺す。でも俺ね、鉄がいっぱいっすよ、鉄いっぱい。これで武器を作る俺は。でも俺ね、結構レコードすごいいい取れ高じゃない？レコード、やばい！待って、シュレ、ごめん！ちょっと待って、コメントできない！はぁ！レコード結構いいよね、ひなこちゃんね。レコードいいね。コメントできてんじゃん、お前。なんや？鉄の33種の神器を手に入れた。強い。はぁ、残り少ないベリーを埋めてしまった。なんてことだ。あ、待って！やばい、これあれだ、水の中ダメだ！死ぬ！死ぬ！ひなこー！水の中ダメだったー！びっくりしたー！あ、ちょっと俺あれだな。バケツ作ろう。頭いい。危ない危ない、シュシュ。鉄見つけました。やばい、あいつもう1クリしてるからなー。やべえ、俺鉄全部作っちゃったー。あー、やってんなー。やべえ、アイテム欄に鉄がねー。あ、私も鉄全部使ってるな、今。うわー。何作ろう？何作ろう？バケツを作って水を汲んで、オッケー。できた、できた。ねえ、なんか知んないけどさ、水勝手に消えてるんだけど、なんで？いじめられてんの？今あったのに。今水あったんだよな、絶対。俺の見間違いかな？見間違いだよ、きっと。そんなことはない。よし、バケツ水入りゲット。鉄のピッケルが作れた。ナイス。何するが、するが、いや。何言ってんの？お前何？江戸時代の人？何するがや。江戸時代の人でもそんなこと言わねえよ。やばくない？作業台いじるのがさ、もたもたしちゃって大変よ。え、ちなみにひなこちゃん今何回死んでんの？一回。はぁ、お前舐めてんのか、お前。よし、イカ墨はオッケーだよね、モブのアイテム。皮も落ちてるわ、皮もオッケーだね。あ、じゃあシャンコ手に入ってる。鮭がいるから鮭も殺す。オッケー。これで4個目ですね。あ、あと1個、モブのアイテム。俺モブのアイテム、1、2、3、4、1、うん？あー死んでおられる。もうやだー。モブのアイテム探しに行こう。とりあえず魚がいた。オッケー、鮭。あ、鶏がいる。オッケー、これで、やった、羽ゲット。オッケー、モブは終わったぞ、俺。お、マジ、5個？ 5 個。1、2、3、4、5個。オッケー。あー、巧みな、私の、話術。おい、ふざけんな、2回も数えちゃったじゃん、聞かれたから、お前、話術、お前。わやったー。頑張って、この先死なずに生きるしかない。これあれだ、水の中泳いでる分には平気なんだ。1マスの水がやばい。どうした？ねえ、見んだよ。24時間起きてんだよ。大変だな。昨日も今日も24時間起きてんだよ。え、ってことは。じゃあ合計42時間。あー、死んだ、お前。お前また魔術で、お前。私何もしてないよ、今は。また魔術だ。まあ、でもそんなこと言った間に俺は白樺の木を手に入れたぞ。でも白樺があるってことはオークも近くにあるんじゃない？オークはゲットしてるよ。あ、ゲットしてないわ。あ、オークあったわ。オッケー、あと一種類。やった。本当にない女。近づいちゃってどうしよう。本当に行きたくなって。ルルルルルル、富士サファリパーク。ねえ、あれ、キノコってあり？キノコも木だよね。うん。キノコは木じゃないよ。金だよ、金。え、ダークオークゲット？お！それ揃ったんじゃない？あ、オッケー、木4種類オッケー。で、モブが1、2、3、4、5。モブももう終わってんの？うん。あと、鉱石が3つだ。やばい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 、ひなこがあっていっぱい死んでくれば俺の勝ちなんだけどな。1しかないで。まあまあまあ、洞窟に行けばわかるさ。洞窟の恐ろしさをね。洞窟も来てる。怖い。あ、クリーパーいる。やばい、爆発してしもうた。よし、洞窟を探しに行くぞ。まだ探せられてない。洞窟がないのか。ウィッチがいる。やる？よし、やってみよう。はっ。死ぬ。あ、死んだ。レッドストーンを落としたぞ。おー
いや、それはね、モブと鉱石でいいっすよ。あ、やったじゃん、モブ1個クリアしました、私。いや、それは幸運すぎるぞ。あと鉱石あと2個かな。いや、ずるい、オッケーって言わなきゃよかった。まあいいでしょ、男に二言はない。やった。あー、待って、見てから死んじゃった。私の魔術が効いているようだ。魔術じゃないんだ、魔術なんだ。洞窟あったわ。プチ、洞窟見つけた？見つけた見つけた。あと3つなんだよな、俺鉱石。ひなこちゃん、あと鉱石何個？2個、さっきのレッドストーンが。やばいな、これは非常にまずい展開です。やばい、いっぱいスキルト。水アタック水アタック、めっちゃ深い、この洞窟。一番下まで駆け巡る。あ、待って、やめて、シュルシュル、シュルシュル、やめて。待って、ラピスラズリ見つけた。マジ？オッケー！ラピスラズリゲット。いいなー、ラピス。やつの音がいる！あー！あと2個だぞ。今ひなこと同点。ひなこ何回死んでる？2回。ふぅ、あぶね。あ、やばい、あー、やばい、待って、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、やめて。あー、よーしよ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 し、これが私の魔術の力だ。待って待って待って、危ない危ない危ない、今ジャンプしてたのに増えなかった。危ない。あるよね、たまにギリギリで増えるやつね、あるよね。今一生懸命ジャンプしてね、鉄が出来上がるの待ってるんだ。出来上がったかな。出来上がったわ。ずっとジャンプしてるの？うん、ずっとジャンプしてるんだ。あ、盾ゲットできた。よし、これで俺も最強だ。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、もうスケルトン、もうバッカバッカ。スケルトン結構やばいよね。あー、ジャンプすんの忘れた。それはバカ。うぶー、夢中になっちゃう、敵と戦ってると。焦る、普通に。どっち、何、歌作れそうだよね。どっち、なに、ファッファッファー。いい歌だね。ひなこちゃんが作詞してるよ。やめて、作詞してないじゃん、今。あ、してたわ。いや、自分でしてたじゃん。何言ってんの。勝手に歌にしないでくれ、私の言葉を。勝手に歌にしないで。あー、これも直下ボリ、直下ボリしよっかな。直下直下直下ボリ、直下直下、あー！うわ、スパイダージョッキーがいらっしゃいますね。スパイダージョッキー？ジャッキー、ジョッキー。ジャッキーチェン。死ね、燃えて。ジャッキーチェーンではない。お前、ジャッキーチェン死ね、燃えて、キモいって言ってるように聞こえたぞ、今。違うね。チェンめっちゃかっこいいよね。チェンって呼ばないでよ、なんか。友達じゃん。ハッ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 、ピッピッピッ、ポンポン、オッケー、パチパイ、チェン、はい。急にラップするじゃん。じゃあスケルトンがね、6匹いる。それはやばい。はい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 、おいーす、スキアリー、ペイペイペイペペイペイ、トゥトゥ。ごめん、さっきからめっちゃシフトのあの裏技使いまくってる。ふざけんなよお前よ、俺一生懸命ジャンプしながらぴょん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 言ってんのによ。で、ジャンプしてる、ジャンプしてる、危ない危ない危ない。ジャンプしてんのに急にジャンプしてない判定やめて。結構深いとこまで来たぞ。いいな、洞窟あって。高さは33、これはいいぞ。廃坑、え、神。あ、しかもチェストある。あ、何も入ってない。よし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 、何も入ってない、ナイス。あ、ネザ行こうかな。ネザ行くの、すごいこと言ったね今。金あるよね、金ある。やべえ、これさ、廃坑結構大変だよ、ジャンプできない。頭がボンボコボンってなんのか、これ死ぬぞ。一個でもいいから見つけたい俺は。金金、やった、金見つけた。マジ、ナイス。あ、で、待って、エメラルド、え、すごくない。あー、待って、雲が来た、やめてやめて、バカ殺せバカ。あ、待って待って、ここは集中、ここは集中。おい、来るな、お前死ね、お前死ね、見てんじゃねえぞ、おい、かかってこい、お前死ね。待って、洞窟雲起きた。まあね、俺ハート2しかないんだって、お前マジでやめろ、やめろ。あー、うん、バカ、来んな、お前。あー、死んだ、見てなかったんだ、タイマー。あー、もうなんでだ、やめろ、もう見つけたのに。え、じゃあ場所がわかるの？それ。わかんない。適当に言ってた。おー、やったー。あ、思い出した思い出した。
あの金玉崖の近くだ。やめてよその変な覚え方で思い出すの。今あと何個？あとでもね2個なのは変わらずなんだけど、だいぶ下の方に降りれてこれてる。あ、キツネがいる。導かれてる気がする。マジ？いや全然洞窟じゃねえ。ホラーだ。おお、縦穴式洞窟だ。運命の狐だったそいつは。さあ私は今からね砂利を取ります。ネザーに行きます。よし、火打ち石、火打ち石を持って。危ない危ない危ない、そういうとこだった。危ない危ない危ない。あ、また金が、あ、金がいっぱいある。ラピス、あ、太鼓戻ってきた。奇跡的。え、あの狐さん、ありがとう。あれがキツネの恩返しってやつか。初めて聞いたな。あ、待って、パカパカジャンプできる。クモの巣引っかかった。危ない。おぉ、大騒ぎ。マジで怖い。ジャンプしてクモの巣引っかかるもん。それやばいな、廃校の大トラップだね。あ、レッドストーン見っけた。うわ、マジ？やった。でも待って、でも一旦置いとこう。ちょっとね、この先にものすごくダイヤモンドがありそうな予感のする。え、今でもそれで何個なの？あえ、天井低いって。もうまた死んだの？なんで？天井え、また死んだの？もしかして天井。よし、ネザーゲートが作れたぞ私は。は、マジ？早くない？まだ撮影時間1時間も経ってないよ。よし、行ってきましょうか。レッツゴー、ネザー。あと2種類です。あ、これで私はあれを作れますね。金、もう回収し終わった。マジ？原始に帰る。やばい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 。ネザーゲート通るときもジャンプしなきゃいけないから大変。あとワン鉱石なんだけどな。ワン鉱石、私もでもあとワン鉱石になるよ。さあどちらが勝つのか。よし、金ゴットできた。オッケー。マジか。洞窟さんさ、あと1種類ずつ。1種類？うん、あと1種類。危ない、矢で撃たれてるわ。急いで登らないと。12時の鐘が鳴ったら魔法が溶けてしまうわ。助けて、シンデレラ。テレレ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 レ。なんか嫌な音する。あ、あ、ラピ、ラピス、うわ、ラララ。おー、終わりだ私これで。いて、また死んだ。待って、スケルトンがいる。やばいやばい、待って、これはやばい。バカだそれは。頑張って。あなたを殺す。私は必ずあなたを殺す。あ、いいね、スケルトンとクモが戦ってます。いいですよ、やってくださいよクモ先生。そいつやっちゃってくれ。おー、何流されてんだ、役立たず。やばい、クモ。オッケー、ナイス。どうした？あとはラピスを手に入れるだけだ。やばい、ひなこが上がってしまう。待って、あ、ダイヤモンド、こっちにする。マジ？よーし、このダイヤモンドはあとは取るだけだ。行ってやる。やばいやばい、危ない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 。アイテムいっぱいで落ちるところだった。あっ、危ない。木が1234、鉱石12345、モブからのドロップが12345。できたー。わー、そしてデス数3。俺も22死んでるんだよね。ということはもうこれはひなこの勝利。やったー。おー、圧倒的差だね。もうこれだって俺があと1個見つけても、もう負け確定だもんね。